こちらの「延長九伝物は」は現代では不適切な表現がありますが作品を尊重して読みますことをお断りいたします。階段ボタン道路第6編第13回皇帝の百姓偽って真の弁を解く「攻撃一層誤って父の仇を服す」場面1 飯島宅では百両の盗みの疑いをかけられた康介でしたが飯島ががなぜか百両出てきたと皆に謝ります。飯島平左衛門のうちではお国が今夜こそかねて源次郎と示し合わせた一大事を立ち聞きした邪魔者の康介が殿様のお手打ちになるのだからしましたりと思うところへ 飯島が奥から出て参りくにくにまことにとんだことをしたたとえにも七度探して人を疑れという通り紛失した百両の金子が出たよ金の入れどころは時々取り違えなければならないものだから俺が他へしまっておいて忘れていたのだみんなに心配をかけてまことに気の毒だ 出たから喜んでくれろ奥にお「おやまあおめでとうございます」と口には言えど腹のうちではちっともおめでたいことも何にもないどうして金が出たであろうと不審が晴れないでおりますと飯島女どもをみんなここへ呼んでくれおたけどんおきみどんみんなここへおいで おたけただいま受けたまわりますればお金が出ましたそうでおめでとう存じます。君、殿様、まことにおめでとうございます。飯島、康介も源介もここへ呼んでこい。康介どん、源介どん、殿様が召しますよ。源介。 へいへい、これ、康介、お詫びごとを願いな。お前は全く取らないようだが、お前の文庫の中から胴巻きが出たのだ。お前が謝り、詫びごとをしなよ。康介、いいよ。いいよ、お手打ちになる時は、殿様の前で私が並べ立てることがある。それを聞くと、お前はさぞ喜ぶだろう。 何嬉しいことがあるものか殿様がメスからまあ行こうと両人連れ立って参りますと飯島康介玄介こっちへ来てくれ玄介殿様ただいま部屋へ行ってだんだん康介説得をいたしましたがどうも全く康介は取らないようにございます お腹立ちの段は重々ごもっともでござりますが、お手打ちの儀は何とぞ二十三日までお日のべのほど願いとう存じます。まあいい、康介、これへ来てくれ。はい、お庭でお手打ちになりますか。ござをこれへ敷きましょうか。血が垂れますから。縁側へ上がれ。 ええ、これは、応援側でお手打ち。これは、ありがたい、もったいないことで。そう言っちゃ困るよ。さて、源介、光介、誠に愛すまんことであったが、百両の金は、実は俺がしまいどころを違えておいたのが、洋ンスから出たから、喜んでくれ。家来だからあんなに疑ってもよいが、 他のものであっては、俺が言い訳のしようもないくらいなわけで、誠に申し訳がない。お金が出ましたかさようなれば、私は泥棒ではなく、お疑りは晴れましたかそうよ、疑りはすっぱり晴れた。俺が間違いであったのだ。ええ、ありがとうございます。私は元より、 お手打ちになるのはいとまいませんけれども、ただまったく私が取りませんのを取ったかと思われまするのが夜道のさわりでございましたが、ご疑念が晴れましたならお手打ちはいといません。さあ、お手打ちになされまし。俺が悪かった。これが家来だからいいが、もしい遊か何かであった日にゃ、 腹を切ってもすまないところ家来だからといってむやみに疑りかけてすまない飯島が板の前手をついてことごとくわびる堪忍してくれああもったいない誠にうれしゅうございました源助殿誠にどうも源助。手前は康介を疑って コウスケをついたから謝れへえへえ康介殿まことにすみません。竹や何かも何か少し康介を疑ったろう。何疑りはいたしませんが康介殿はふだんの気性にも似合わないことだと存じましてちっとばかりやはり疑ったのだから謝れ君も謝れ。 浩介こ誠におめでとう存じます。先ほどは誠にすみません。これ、苦に、貴様は一番浩介を疑り、膝をつついたり何かしたから、余計に謝れ、俺でさえ手をついて謝ったではないか。貴様はなおさら丁寧に詫びをしろ、と言われ、おには今度こそ浩介がお手打ちになることと思い、 心の内でしすましたりと思っているところへ金子が出て、康介に謝れと言うから、残念でたまらないけれども仕方がないから、康介どん、まことにじゅうじゅうすまないことをいたしました。どうか勘弁しておくんなさいますよ。康介。何、よろしゅうございます。お金が出たからいいが、もし、 お手打ちにでもなるなら、殿様の前で、おためになることを並べ立て、死のうと思って、と、せきこんで言いかけるを、飯島は、康介、何も言ってくれるな。俺に免じて、何事も言うな。恐れ入ります。金子は出ましたが、あの胴巻きは、どうして私の文庫から出ましたろう。あれは、 ほらいつか貴様が、う巻きの古いのを一つ欲しいと言ったことがあったっけの。その時俺が古いのを一つやったじゃないか。なに、さようなことは、貴様がそれ欲しいと言ったじゃないか。草り取りの身の上でちりめんのおう巻きをいただいたとて仕方がございません。こいつ、 物覚えの悪いやつだ私より殿様は百両のお金をしまい忘れるくらいですからあなたの方が物覚えが悪い。なるほどこれは俺が悪かった何しろめでたいからみんなにそばでも食わせてやれと飯島は康介の忠義の志はかねて見抜いてあるから。 康介が盗み取るようなことはないと知っているゆえ金子は全く紛失したなれども別に百両を風金にこしらえこの騒動を我が粗骨にしてぴったりと収まりがつきました飯島は過ほどまでに康介を愛することゆえ康介も主人のためには死んでもよいと思い込んでおりました かくてその月も過ぎて8月の2日となりいよいよ明日はお休みゆえ殿様と隣の次男源次郎と中川へ釣りに行く約束の当日なれば康介は心配をいたし今夜隣の源次郎が来て当家に泊まるにそういないから殿様に明日の釣りを おやめなさるようにご意見を申し上げもしどうしてもお聞き入れのないその時は今夜客間に寝ている源次郎めが中二階に寝ているお国のところへ廊下伝いに忍びゆくに相違ないから廊下で源次郎を槍玉にあげ中二階へ踏み込んでお国を突き殺し自分はその場を去らず切腹すれば 何事もなく事済みになるに違いない。これが殿様へ生涯の恩返し。しかし、どうかして明日主人を寮にやりたくないから、一応はご意見をしてみようと。康介。殿様、明日は中川へ寮にいらっしゃいますか。ああ、行くよ。 たびたび申し上げるようですが、お嬢様がお亡くなりになり、まだ間もないことでございまするから、お見合わせなすってはいかが、俺は他に楽しみはなく、釣りがごく好きで、晩が混むから、たまには好きな釣りぐらいはしなければならない。それを止めてくれては困るな。あなたは 泳ぎをご存じがないから、水辺のお遊びはよろしくございません。それとも立っていらっしゃいまするならば、康介スケお供いたしましょう。どうか手前お供にお連れください。手前は釣りは嫌いじゃないか。友はならんよ。よく人の楽しみを止めるやつだ。止めるな。じゃあ。 今晩やってしまいます長々ご厄介になりました何をええ何でもよろしゅうございますこちらのことです殿様私は3月21日にご当家ご奉公に参りまして新参者の私を人が羨ましがるほどお目をかけてくださりご恩義のほどは 死んでも忘れはいたしません。死ねば幽霊になって、殿様のお体につきまとい、教授のないように守りまするが、全体あなたは御酒を召し上がれば、前後も知らずお休みになる。また、召し上がらねば少しもお休みになることができません。御酒も随分気を散じますから、 少々は召し上がってもよろしゅうございますが、多分に召し上がっておよいなすっては、たとえどんなにお剣術がご名人でも、悪者がどんなことをいたしますかもしれません。私はそれが案じられてなりません。さようなことは言わんでもよろしい。あちらへ参れ。へえ、と立ち上がり、廊下を 見足,足雪にかかりましたがこれがもう主人の顔の見納めかと思えば足も先に進まずまた振り返って主人の顔を見てぽろりと涙を流ししおしおとしてゆきますから振り返るを見て飯島もはてなと思いしばし腕をこまぬき小首をかたげて考えておりました。 康介は玄関にまいり、欄間にかかってある槍をはずし、手にとってさやをはずしてあらためるに、まっかにさびておりましたゆえ、にわへおり、といしをもちきたり、やりのみをごしごしとぎはじめていると、いいじま、康介、へえ、へえ、なんだ、なにをする、どういたすのだ これは槍,でございます槍を研いでどういたすのであんまり真っ赤に錆びておりますから、なんぼを太平の御代とは申しながら、牢関者でもいりますと、その時のお役に立たないと思い、体が暇でございますから研ぎ始めたのでございます。錆や槍で人がつけんようなことでは役に立たんぞ。 たとえ向こうに一寸幅の鉄板があろうとも、こちらの腕さえ確かなら、ぷっつりと突き抜けるわけのものだ。錆びていようが、丸場であろうが、さようなことに頓着はいらんから、研ぐには及ばん。また、憎いやつを突き殺すときは、錆やりで突いた方が、先のやつが痛いから、こちらがかえっていい心持ちだ。 なるほどこりゃそうですなとそのまま槍を元のところへかけておく第13回後半場面1康介は中川の釣りの前日源次郎が飯島宅に来て泊まっていたので奥にの部屋に行くところを槍で着きましたが源次郎ではありませんでした用語解説 いつかの橋と食い違い物事が食い違って思い通りにならないという歌舞伎や浄瑠璃の常套句です飯島は奥へ入りその晩源次郎が参り酒盛りが始まり奥にが長歌がじで春雨か何か三味線をかき鳴らし当時の九時過ぎまで京を添えておりましたがもうおひけにしましょうと 客前かやをいっぱいにつって源次郎を寝かし奥には中二階へ寝てしまいました奥には誰が泊まっても中二階へ寝なければ源次郎の来た時不都合だからいつでもお客さえあればここへ寝ます夜もだんだんとふけわたると康介は手ぬぐいをまぶかにうかむりをし根幹板に梵天帯をしめ 槍を小脇に買い込んで庭口へ忍び込み雨戸を少々ずつ二所開けておいて花壇の内へ身を潜め隠し縁の下へ槍を突き込んで様子を伺っているそのうちに八つの鐘がボーンと鳴り響く「この鐘は目白の鐘だから少々早めです」するとさらりさらりと障子を開け 抜き足をして廊下を忍びくる者は寝巻き姿なれば確かに源次郎にそういないと康介は首を差し伸べ様子をうかがうに安藤の明かりがぼんやりと障子に映るのみにて薄暗くはっきりそれとは見分けられねどだんだん中二階の方へ行くから康介はいよいよ源次郎に違いなしとやり過ごし との隙間から脇腹を狙って物をもいわず、力に任せて繰り出す。や槍先は誤ったず。ぷつりっと気腹いかけて突き通す。疲れて男はよろめきながらユンデを伸ばして、や槍先に引き抜きざまぐっと突き返す。疲れてこうすけたじたじと石へつまずき尻ちをつく。男は槍の穂先をつかみ。 縁側より下へひょろひょろとおり靴脱ぎ石に腰をかけ「康介外庭へ出ろ出ろ」と言われて康介「おや?」と言ってみると「びっくりしたわ源次郎と思いのほか大恩を受けたる主人のあばらへ槍を突きかけたことなれば「はっ」とばかりにあきれ果てただきょときょときょと としてのぼせあがってしまいあっけにとられて涙も出ずにいる。飯島康助、こちらへ来いと気丈な殿様なればたもとにて傷口をしかと押さえてはいるものののりはあぶれてぼたりぼたりと流れ出す。飯島はのりにしみたる槍をつえとし飛び石伝いにひょろひょろと 樹柿の外なる花壇の脇のところへ康介を連れてくる。康介は腰が抜けてしまって歩けないで這ってきた。康介、へえ、へえ、間違いでござります。康介、俺の上締めを取って傷口を縛れ、早く縛れ、と言われても康介は手がブルブル震えて 思うままに閉まらないから、飯島自ら傷口をぐっと固く締め上げ、なお手を持ってその上を押さえ、寝府側の飛び石の上にペタペタと座る。康介、殿様、とんでもないことをいたしました。とばかりに泣き出す。静かにしろ、ほかへ漏れてはよろしくないぞ。宮野辺源次郎目をつこうとして、 謝って門をついたか。大変なことをいたしました実は召使いの奥にと宮野辺の次男源次郎と徳より不義をしていて後月21日お泊り番の時源次郎がお国のもとへ忍び込み奥にとひそひそ話しているところへうっかり私がお庭へ出てまいり様子を聞くと 殿様がいらっしゃっては邪魔になるゆえ来月の4日中川にて殿様を釣り船から突き落として殺してしまい手よくお頭に届け出をしてしまい源次郎を養子に直しお国と末永く楽しもうとの悪だくみ菊に耐えかね怒りに任せ思わずうなる声を聞きつけお国が出てまいりかれこれと言い合いはしたものの 源次郎の方には殿様からの釣り道具の直しを頼みたいとの手紙を持って証拠といたし一時は私言い込められ弓の折れにてしたたかに打たれいまだに残る額の傷悔しくてたまりかね表向きにしようとは思ったなれどこちらは証拠のない聞いたことことに向こうは次男の勢い無理でも押さえつけられて 私はおいとまになるにそういないと思い諦めあのことは胸に畳たたんでしまっておきい,いよ明日は釣りにおいでになるお約束日へおとめ申しましたがお聞き入れがないから是非なく今晩二人の不義者を殺しその場を去らず切腹なし殿様の難儀をお救い申そうと思うたことはいつかの橋と食い違い とんでもないいい間違いをたいたしましま主人のためにあだを打とうと思ったにかえって主人を殺すとは神も仏もないことか何たる因果なことであるか殿様ごめん遊ばせと飛び石へ両手をつき康介は泣き転がりました飯島は苦痛をこらえながら「あああ普あ通かなる この飯島を主人と思えばこそそれほどまでに思うてくれる志かたじけないなんぼ敵同士とは言いながら現在何時のやり先に命を果たすとは凛へ王報、ああ実に殺生はできんものだな殿様敵同士とは情けない何で私は敵同士でございますの その方が当家奉公に参ったは3月21日その時それがし非番にて貴様の身の上を訪ねしに父は小出の藩中にてなおば黒川幸三と呼び今を去ること18年前本郷三丁目藤村や新兵衛という刀屋の前にて何者とも知れず人手にかかり 非業の最後を遂げたゆえ親の仇を討ちたいと若年の頃より武家奉公を心がけ洋々の思いで統計方奉公済みをしたからどうか敵の討てるよう堅実を教えてくださいと手前の物語をした時びっくりしたというは拙者がまだ平太郎と申し部屋住みの折かの 構造といささかの口論がもととなり桐捨るは「各雄飯島平左衛門であるぞ」と言われて康介は「ただへえへえ」とばかりにあきれ果て張り詰めた木もひょろ抜けて腰が抜けペタペタと尻餅をつきあっけに取られて飯島の顔を打ち眺めぼうぜんとしておりましたが しばらくして、殿様、そういうわけなれば、なぜその時にそう言ってはくださいません。お情けのございます。現在、親の敵と知らず、主人にとって忠義を尽くす汝の志、ことに後心深きに目で、不憫なものと心得、いつか敵と名乗って何時に打たれたいと、 さまざまに心痛いたしたなれど、仮初そめにも一旦主人とした者に歯向かえば、主殺しの罪は逃れがたし、さればいかにもして汝をば、罪に落とさず、仇と名乗り、討たれたいと思いしおりから、相川より何時を養子にしたいとの所望に任せ、養子に使わし、一人前の侍となしておいて、 あだと名乗り打たれんものと心拭んだるそのところへ国と源次郎目が三つ舌を怒って二人の命をたたんとの汝の神邸最善庭にてサビやりを研ぎし時より悟りしゆえ気を外さず打たれんものとわざと源次郎の形をして見違えさせ槍でつかして行進の無念をここに晴らさせんと 核は計らいたることなり今汝がサビやりにて日原を疲れしく苦痛より先の日汝が手を合わせ親の敵の討てるよう剣術を教えてくだされと頼まれた時の切なさは百倍増しであったるぞ定めて敵を討ちたいだろうが我が首を切るときはたちまち主殺しの罪に陥ん。 されば我が曲げおば切り取ってこれにて胸をばはらしその方はひとまずここを立ち退いて愛花は新御兵方へ行き密つに万事相談いたせこの刀は咲きつころ藤村や新兵衛方にてかわんと思い見ているうちに喧嘩となり何時の父を訴る刀中身は天正佐定なれば これを汝にとして使わすぞまたこの包みのうちには金数百両と詳しく跡形のことの頼み状これを開いて読み下せば我が屋敷の始末のあらましはわかるはず汝いつまで名残を惜しみてここにいる時は汝はし殺しの罪に陥るのみならず飯島の家は海易となるは当たり前。 この道理を聞き分けて徳前れ殿様どんなことがございましょうともこの場は抜きませんたとえ親父をお殺しなさりようがそれは親父が悪いからかくまで情けあるご主人を見捨てて脇へ立ちのけましょうか忠義の道を書くときはやはり高行も立たない道理一旦主人と頼みしお方を 粗相とは言いながらやり先にかけた私の誤りおわびのためにこの場にて切腹いたして相果てます。バカなことを申すな手前に切腹させるくらいなら飯島はかくまで心痛はいたさんはさようのことを申さず早く行けもしこのことが人の耳に入りならば飯島の家に関わる大事詳しいことは 先置きにあるから早く行かんかこれ康介一旦主従の因縁を結びし異なればあだはあだ恩は恩よいか一旦あだを訴ったるあとは三世も変わらぬ主従と心得てくれ敵同士でありながら何時の方向に参りし時からどういうことかその方が我が子のように可愛くてなと言われ 康介はおいおいと泣きながら「へえへえこれまで殿様のご耕生を受けまして剣術といいやりといい生病法に覚えたが今日かえって仇となり腕が鈍くはかくまでに深くはつかんものであったにご勘弁なすってくださいまし」と泣き沈む「これ早く行けゆかんと家は潰れるぞ」 とせきたてられて康介はやむを得ず形見の一頭腰に打ち込み包みを片手に立ち上がり主人の命に従って脇差し抜いて主人の元結をはじき大地へどうと泣き伏しおさらばでございますと別れを告げてこそこそ門を出て早足に水道端なる 相川の屋敷に参りました。場面に、康介は飯島の書簡を持って、相川慎吾兵衛を訪ねます。用語解説、胸をさすって、怒りや不満を抑えてということ。康介、お頼もうします。お頼もうします。相川、 前蔵や。誰か門を叩くようだ。誤会状が来たのかもしらん。ちょっと出ろ。前蔵や。へえへえ。なんだ返事ばかりしていてはいかんよ。ただいま開けます。ただいま。へえ。真っ暗でさっぱりわけがわからん。ただいま。へえへえ。どっちが出口だか忘れた。こつり。 柱で頭をぶつけ「あいたあいたたたた」と寝ぼけまなこをこすりながら塔を開いて表へ立ち入れ「外の方がよっぽど明るいくらいだ」「へえへえどなた様でございます?」「公介」「飯島の家来公介でございますがよろしくお取り次ぎを願います」「ご苦労様でございます」 ただいま開けますと石の吊るしてある門をガッタンガッタンと開ける。家中上がりましてお静まりになったところをご迷惑をかけました。まだ殿様はお静まりなされんようでまだご本のお声が聞こえますくらいまずお入り <laughs> と家へ入れ前蔵は奥へ参り 殿様、ただいま飯島様の康介様がいらっしゃいました。相川。それじゃあこれ。あれこりゃ全蔵。寝ぼけてはいかん。これかやの釣り手を取って向こうの方へやっておけ。これバカ。何を寝ぼけているのだ。寝ろ寝ろ。仕方のないやつ。とつぶやきながら。玄関まで出迎え。 「これは康介殿さあさあお上がり」「今では親子の中何にも遠慮はいらないずっと上がれ」と座敷へ通し「さて康介殿家中のお使い定めて下級の御用だろう承りましょう」ええどういう御用かなんだ泣いているな男が泣くくらいでは よくよくなわけだろうがどうしたんだ野中上あがり恐れ入りますが不思議のご縁ご当家様のご所望に任せ主人特身の上私養子のお取り決めはいたしましたが深い司祭がございましてどうあっても縁国へ参らんければなりませんゆえこの縁談は破談と遊ばしてどうか ほかほかからご養子をなされてくださいませ。相川。はいなあ、なるほどよろしい。お前が気に入らなければ仕方がないね。たかは少なし、娘はふつつかなり、舅はこの通りのそそっかし屋で、一つとして取りどころがない。だが、娘がお前の忠義を見抜いて、 らう殿様にも話しお前も特進の上取り決めたことであるのをお前一人来て肺炎をしてくれろと言ってもそれはできないな殿様が来てお取り決めになったのをお前一人で破るには何か趣位がなければ破れまいさようじゃござらんかどういうわけだか 言われを承りましょう。娘が気に入らないのか、舅が悪いのか、鷹が不足なのか、なんだ決してそういうわけではございません。それじゃお前は飯島様をしくじりでもしたかどうもただの顔つきではない。お前は寝が忠義の人だから、しくじってはっと思い。 腹でも切ろうか遠方でも行こうかというのだろうがそんなことをしてはいかんしくじったなら私が一緒に行って詫びをしてやろうもうお前は結納まで取り交わせをしたことだからうちの者に言いつけて康介殿とは言わせず康介様と呼ばせるくらいでいわばうちのせがれを来年の2月婚礼をいたすまで のの主人へ預けておくのだ少しぐらいの粗相があったってしくじらせることがあるものかと不理屈を言えばそんなものだがまあ一緒に行こう行ってやろうい,いえそういうわけではございませんなんだそれじゃあどういうわけだ申しに申し切れないほどな深いわけがございましてああわかった よろろしい、そううあるべきことだろうどうもお前のような忠義者ゆえ飯島様が相川へ行ってやれ「はい」と署名を背かず答えはしたもののお前の器量だから先に約束をした女でもあるのだろうところが今度のことをその女が知って私が先役だから是非とも女房になる女房にしてくれなければ 主人に駆け込んでこのことを告げるとかなんとか言い出したもんだからお前ははっと思いそのことが主人へ知れては愛すまんそれじゃあお前を一緒に連れて縁国へ逃げようというのだろう何一人ぐらい目かけはあってもよろしいお頭へちょっと届けておけば司祭はないもっとものことだ娘は 表向きご心臓として、ないのところはその女をご心臓としておいてもいい。私が取る文米をその女にやりますからよろしい。私が行ってその女に会って頼みましょう。その女は何者じゃ芸者かなんだそんなことではございません。それじゃあなんだよ。ええ、なんだそれでは。 おお話をいいいいたしまますすが殿様は手おいでいます何手おいで何なぜ早く言わんそれじゃあ老籍者が忍び込み飯島がさすが手者でも多勢に無勢切り立てられているのをお前が一方を切り抜けて知らせに来たのだろうよろしい手前は堅実は知らないが若い自分学んで槍は少々心得ておる。 参ってお助立ちをいたそう。さようではございません。実は召使いの国と隣の源次郎と塔から密通をして、ええー、やっていますか、あきれたものだ。そういえば、ちらちらそんな噂もあるが、恩人の重いものを、そんなことをして憎いやつだ。認否人品ですね。それからそれから。 先月の二十一日殿様お泊り番の世に源次郎がひそかにお国のもとへ忍び込み明日中川にて殿様を船から突き落とし殺そうとの悪だくみを私が立ち聞きをしたところから争いとなりましたがこちらは悲しいかな草り取りの身の上向こうは次男の勢いなれば喧嘩は負けとなったのみならず 弓の俺にて、着着され、額に残るこの傷も、その時撃たれた傷でござります。ふとどきしごくなやつだ。お前、なぜそのことをすぐにご主人に言わないのだ。妄そうとは思いましたが、私の方は聞いたばかりで、証拠にならず、向こうには殿様から暇があったら夜にでも、うちへ参って、釣り道具の損じを直してくれとの、 頼みの手紙があることゆえ表沙汰にいたしますれば主人は必ず隣へ対し義理にも私はおいとまになるに違いはありませんさすれば後にて二人の者が思うがままに殿様を殺しますからどうあってもあのお屋敷は出られんと今日まで胸をさすっておりましたが明日はいよいよ 中川へ釣りにおいでになる当日ゆえ、それとなく、きょう殿様に、あしたの量をお止め申しましたが、お聞き入れがありませんから、やむを得ず、こよいのうちに、二人の者を殺し、その場で私が切腹すれば、殿様のお命に別状はないと思い詰め、槍を下げて庭先へ忍んで様子をうかがいました。誠に 感心感服。ああ、恐れ言ったね。忠義なことだ。まことにどうも、それだから、娘より私が惚れたのだ。お前の志はあっぱれなものだ。そんなやつは、つきっぱなしでいいよ。腹は切らんでもいいよ。私がどのようにもお頭へ届けを出しておくよ。それからどうしたそういたしますると。 廊下を通る寝巻き姿は確かに源次郎と思い繰り出すやり先誤たず脇腹深く突き込みましたところ間違って主人をついたのでございますやれはやそれは何たることかしかし傷は浅かろうかい,いえ深手でございますいやはやどうも なぜ源次郎と声をかけてつかないのだ。むやみにつくからだ。困ったことをやったな。だが誤って主人をついたので、お前が不忠者でない、悪人でないことは、ご主人はご存知だろうから、間違いだということを、ご主人へ話したろうね。主人は徳より徳心にて、わざと源次郎の姿と見違えさせ、 私に着かせたのでござります。これはまあ、なぜそんなバカなことをしたんだ。私には深いことはわかりませんが、このお書き置きに詳しいことがございますから、と差し出す包みを拝見いたしましょう。どれこれかえ大きな包みだ。前かけが入っている。何ばあやのだ。 なぜこんなところへ置くのだそっちへ持って行けこれ本の間にメガネがあるから取ってくれとメガネをかけ暗闘の明かりかきたて読み下して相川もハッとばかりにため息をついて驚きました第六編終わり